ただいまから決算委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として、星北斗君が選任されました休憩前に引き続き、令和3年度決算。 他2件を議題とし全般質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います委員長はい野田国芳君の関連質疑を許します畑次郎君立憲民主社民の畑次郎です野田理事の残り時間を関連質問させていただきますまず項目の2番から伺わせていただきますが北朝鮮による 相次ぐ弾道ミサイルの発射とそれを受けた政府の対応について質問いたします昨年北朝鮮によるミサイルの発射回数は31回少なくとも59発が発射されていてまあそれぞれ過去最多となっております日本にとって看過できない脅威とはなっていますあの防衛省の方通告はしてなかったんですけどもし今年何回発射されたか お分かりになればお願いしたいんですが、いかがでしょうか。るの まだ防衛大臣。えー、今年に入りまして二五、えー、発でございます。はい。五回でございます。畑次郎君まあの報道によりますとま八、あ、回は発射されたというようなことが書いてあったんですが、まあ、いずれにしましても昨年同様高い頻度で発射されているというのは間違いないと思います。でそのうちですね。 今年二2月18日に ICBM 級の弾道ミサイルが発射されて、このミサイルはロフテッド軌道で66分間、66分飛翔した後日本の EEZ 内に落下いたしました。落下が推定された位置は北海道渡島大島の西方わずか200キロほどの日本海で、今回は航空機や船舶等に被害が及ばなかったとはいえ、 国民の生命や財産、これを脅かす事態となっていた可能性も十分あります。2019年から22年の間に EEZ 内に着弾した4発のミサイルと過去最長距離を飛んだ1発のミサイルについて解析した結果が先日、日本水産学会で発表されました。着弾の影響海域に8隻の船が確認できたそうですが、このうち5隻は、 高校の実習船だったそうです。ICBM 級弾道ミサイルが発射された際の岸田総理の対応について疑問視されているところがあります。2月11日に鼻の治療のために手術を受けられた総理は、2月18日の17時21分ごろ、弾道ミサイルが発射されたことを認識された上で、その20分後、 日本に弾道ミサイルが向かっている最中に都内の診療所に入り術後の経過観察と処置を受けたとされています。その後官邸に戻られたのは弾道ミサイルの落下から約20分後の18時49分、そして19時4分になってやっと国家安全保障会議、まあ四大臣会合が開かれました。常識 常識的に考えれば、日本に向かってくる発射を知らされたら、真っ先に NSC を招集するのではないかと思います。内外や外交・安全保障のさまざまな課題に取り組まれていかなくてはならない岸田総理ですから、もちろん万全な体調管理をしていただきたい、そう思っております。しかしか後の経過観察であれば 通院の日程を変更して、弾道ミサイル発射後、すぐさま官邸に向かうこともできたのではないかと思います。先ほど申し上げたとおり、一歩間違えれば大惨事を招きかねない。当日の岸田総理のご判断は、北朝鮮の ICBM 級弾道ミサイルが、日本国民に影響を及ぼすことはないというまあ確信というか、予測に基づいたものであったのか。 そしてあの昨今、北朝鮮によるミサイルの発射頻度が大幅に増す中で、この状況に慣れのようなものが生じて、岸田総理をはじめとした政府の対応に気の緩みがあったのではないでしょうか。J アラートが鳴るたびに、肝を冷やす国民に比べると、総理の行動はいざというときにまあ大丈夫かと。 いうふうふにに国民に対して間違果たして危機管理上、岸田総理の対応は適切だったと言えるのか、疑問を呈せざるを得ませんが、当日、岸田総理がなぜミサイルの落下前に処置を受けるに至ったのか、政府における当時の判断について、明確なご説明を求めます岸田総理大臣。 えっとまずあの北朝鮮のミサイル発射については、昨年は50回を超える頻度でミサイルが発射されました、今年に入りましても、ミサイル発射が頻繁に行われている、こうした事態にあります。その中で、ご指摘の2月18日のミサイル発射が行われた再度対応でありますが、 その際の対応として、私自身、手術後の処置のため、病院に向かっていましたが、発射直後に報告を受け、私から直ちに迅速、的確な情報提供や安全確認の徹底等について指示を行いました。政府にににおおいいてては鑑定対策室において情報の収集を行うとともに 緊急参集集チーム招し必要な対応を行いま,したまた、松野官房長官がミサイル発射後、直ちに官邸において必要な報告を受け、私自身も病院で秘書官を通じ、逐次報告を受け、必要な指示を行う体制を維持したところであります。このように当日、政府が一体となって対応を進めてまいりました。 当日の危機管理体制、あるいは取り組みに,について、支障があったとは考えておりません。えー、引き続き危機管理に異論ないよう、万全を期していきたいと考えております畑次郎君。そうすると、ちなみにその時外務大臣と防衛大臣は、どちらにいて何をされていたかお分かりになれば。 林外務大臣 2>, 2月18日でございますが、私はあの第59回ミュンヘン安全保障会議等に出席するとともに、今年の日本の議長国家で初となる G7 外相会合を開催するため、ミュンヘンにおりました。北朝鮮のミサイル発射に関しましまては 発射直後に現地において事務方から報告を受けまして、万全な対応を取るように指示したところでございます。まあ、その上で、同日中に行われました G7 外相会合、また日韓外相会談、さらに本発射を受けて、急遽実施することになりました日米韓外相会合におきまして、この弾道ミサイル発射を強く非難するとともに、北朝鮮への対応に関して連携していくということを確認したところでございます。浜田防衛大臣 えー、本年2月18日は、政務のため東京を離れておりましたが、発射直後に報告を受け、私から大臣指示を出すと,ともに、東京に戻り次第速やかに登庁し、北朝鮮のミサイル発射への対応に当たったところであります。いいずれににせよ防衛省では閣議了解に従い、えー 緊急事態発生時に備えて、政務三役が交代で在京する体制を確保しており、北朝鮮のミサイル発射等への対応に万全を期していたところであります畑次郎君。まあそういう意味ではあの、総理、そして外務大臣、防衛大臣、まあ、外交・安全保障の要となる皆さんが、まあ、どなたも緊急対応ができないような状況にある中で、まあ、総理、 あのクリニックに行かれたっていうそのご判断が、なんとも心もとないというか、国民としてはちょっと心配だなという気がいたします。金正恩総書記や総書記は、今年の目標として、核兵器の保有量を急増させる方針を示しておりまして、7回目の核実験の可能性も指摘されています。こうしした厳しい情勢を踏まえ 政府には今後も一層気を引き締めて対応していただきたい、もちろん病院に行くななんていうことは言うつもりはございません、いつどのような形で軍事的挑発を行ってくるのかわからない北朝鮮の脅威を踏まえ、今すぐやらなくてはならないことは何なのか、しっかりと優先事項を判断していただきたいと思います。改めて危機管理危機対応の体制を 見直すべきなんじゃないかというふうにも思いますが、まあ、例えば先ほど、あの今年のミサイル発射の回数を聞いても、まあ、ミサイルについて質問するということは事前にあの通告しておりますけど、パッと数が出てこないということも、なんとなく政府の方がこのミサイル発射に対して慣れっこになってしまっているんじゃないかという懸念もいたします。まあ、そういういことも含め 危機管理体制について、総理のご見解を改めて伺います岸田総理大臣、はいあのえー、と先ほど、関係大臣の,、えーそのえー、2月18日の段階で、いた場所、えー、在京の状況についてもご指摘がありましたが、まあ、政府としては、 先ほど答弁させていただきましたように、官房長官が官邸において報告を受け、指示を出す、こういった体制を作りながら、外務・防衛両省においては、政務三役、当然のことながら、在京をし、そして対応に当たった、こうした体制を取った次第であります。いずれにせよ、こうした危機管理に異動があってはならない、これはおっしゃるとおりであります。政府としましまて えー、今後、まあ、不透明な、まあ、安全保障環境の中で、国民の命、暮らしを守るために、えー、この万全を期していかなければならない、えー、そうしたあ強い危機感を持って、緊張感を持って引き続き対応していきたい、このように思っております畑次郎君、まああの。本当にに総理は激務でございますし一、まあ、一つ一つのミサイルに 特別な対応というのをするのは難しいのかもしれませんが、やっぱりこ我が国にミサイルが向かっている最中に、私なんかだったらこうクリニックに行ったら、余計こう、何が起きたらどうしようというふうに心配になってしまうと思うんですけど、やはり総理はその辺は肝が据わっていらっしゃるということなのかもしれません。いいいずれににししましてもも国民の不安を解消するためにもいざととうことが 起きた時の心構えを醸成するためにもまあ総理の判断行動は非常に重いと思いますので、まあ、今後ともしっかりとしたご対応をいただけれ,だければと思います次に東京オリンピックパラリンピック競技大会に関連した質問をさせていただきますコロナ禍で一年延期された上無観客となってしまいましたが国民の期待は大変大きなものでしたああ 日本勢はもちろん、各国選手の活躍に私自身も胸を躍らされました。ただ、膨大化する経費と同時に、残念ながら汚職談合事件が起きてしまいました。持ち時間の都合上、細かい経緯は申し上げませんが、国を挙げて開催した大会で汚職談合事件が発生したこと、そして政府の責任について、総理のご見解を伺います。 岸田総理大臣あの東京オリパラ大会におけるあの一,覧一連の事案については、えー、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、まあ、関係企業と結んだ契約に関連するものであることから、まあ、当事者の生産法人である大会組織委員会が責任を持って対応をいただくものであると考えております。 合わせて東京都は IOC と開催都市契約を締結し、大会の開催都市としての責任を果たす立場にあります。現在、東京都では副知事をトップとした調査チームを設けて、課題や事件の背景、そして組織の問題等も含めて、 議論、分析を行うなど、調査の掘り深掘りをしていると承知をしております。でその上で、国の、まあえー、立場でありますが、えー、国においては、スポーツ庁等が設置したプロジェクトチームが、まあ、大会組織委員会のガバナンスの実情や課題の把握をし、今後の大会運営のための指針、これを策定したと承知をしています。またあの国としては まあ今回の事案に係る刑事手続きや、東京都における契約手続き等に関する調査の状況の推移、これを注視しながら、明らかになった事案に、あ事実に基づき、仮に国費が課題に支出されている場合には、返還を命じるなど、法令にのっとって厳正に対応していきたいと考えております畑次郎君。 まあ厳正に対応いただけるということですけど、まああの政府に何か責任というのを感じる部分はないのかということもお聞きしたんですが、特に岸田総理大臣、えっとまず御指摘の事案についてはこの、えー、この大会組織委員会において責任を持って対応していただくことを。 を考えています。そして、開催都市として東京都において、今、調査チームを設けて、この、その、さまざまな分析、そして調査の深掘り、これを行っているわけです。国としては、そうしたこの調査等において、事実が明らかになった場合には、法令に従って。 しっかり責任を果たしていかなければならないと思っています。あの東京都の調査あるいはあこうした事案に対する捜査が進んでいるわけでありますので、その事実を確認した上で国として法令上負うべき責任対応すべきことについてはしっかり行っていきたいこのように考えております。渡治郎君、あの組織委員会の中にはあの。 中央政府からの出向者もたくさんいらっしゃったと思いますので、まあ全く、まずは組織委員会、その次は東京都っていう、なんとなくその責任のに関するこう感じ方がどうなのかなという気もいたしますが、いずれにしましても、このオリンピックでアスリートが流した汗とか涙とか、努力の価値が、こうした 事案があったことででででなくるるわわけけもも下がるわけでもありませんのでただ、やっぱり後味の悪さというのがどうしても残ってしまったことが残念ですで。先ほど総理からもまあちょっと触れられましたが、スポーツ庁が昨年11月に大規模な国際、または国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在り方、検討プロジェクトチームを設置して、今後我が国で開催される、 大規模な競技大会の運営におけるガバナンス体制等の指針を、つい先日ですね、3月30日に決定いたしました。この指針では、マーケティング業務を広告代理店等の第三者に委託するか否かと、その在り方については、大会ごとに組織委員会等の実情に応じて判断して、特定の第三者に独占的に業務を委託する。 任代理店方式についいてて排除すするわけではないとしておりますこの度の不祥事の根本原因となった、まあ、こうした運営の丸投げですとか、独占を解決できるとは言い難い内容になっていると私は感じます。今後も2025年に世界陸上デフリン、デフリンピック、26年のアジア大会など、まあ、大きな スポーツイベントにおいて、同様の汚職や談合等が起こらないように、再発防止の徹底が必要ですし、組織委員会等のガバナンス体制を含めた構造的な改革に取り組むべきであると考えますが、文部科学大臣の御見解を伺います長岡文部科学大臣。 お答え申し上げます3月末にスポーツ庁が中心となりまして、設置をいたしましたプロジェクトチームにおきまして、利益相反の管理や情報公開の在り方等、大規模なスポーツ大会の組織委員会等の適切な 組織運営に関する指針をを策定をいたたししました当該指針につきましては、指針の実効性を高めるために、組織委員会等が自ら指針の遵守状況を継続的に説明をするとともに、外部からの質問等に丁寧に対応するべく、問い合わせ窓口を設置するなどの取り組みを盛り込んでいるところでございます。 文部科学省といたしましては、JOC 等のスポーツ界とも連携いたしまして、今後、開催都市となりうる地方自治体やスポーツ団体に対しまして、当事者意識をしっかり持って、順守に努めることを促すための事務連絡を発出したところでございます。その趣旨の周知徹底、継続的に図ってまいりたいと考えています畑次郎君。 この特定の第三者に独占的に業務を委託する専任代理店方式というのが、やっぱりこの汚職等の温床になりかねないと思うんですが、まあ、これをこの排除するような方向に持っていかない理由というのは、どういうことでしょうか長岡文部科学大臣。 スポーツ庁でが中心となりまして、設置いたしましたプロジェクトチームにおきましては、畑委員ご指摘の専任代理店制度につきましても、検討が行われました。2月に示された新案では、大会の成功に向けまして、組織委員会等が最もメリットを享受できる方式となるように、慎重な検討を行うことが求められる。 とされておりますその後です、ね、国会での選任代理店制度に関するご指摘を踏まえまして、改めてプロジェクトチームで検討が行われまして、第三者への委託の在り方につきまして、選択した方式の採用について、検討経緯や選択した理由等を対外的に公表するなど、ということをですね、 ここれ指針にて追加でで盛り込みをしたところでございます今後、各組織委員会等におきまして、本指針を踏まえまして、これまで以上に透明性、そして公正性を重視した手続きを経まして、適切な契約を行っていただきたいと考えているところです畑次郎君、一定程度の、なんていうんですか、検討は進んでいるということでしょうし、 まあいずれにしましても、せっかくまあアスリートたちが一生懸命、私たちに感動を与えてくださったのが、後味の悪いような結果にならないように、ぜひともそうした透明性を徹底していただきたいと思います。あのスポーツではありませんが、あ今年の大きなイベントといえば、先ほど 宮家委員からも質疑がありましたけど、まあ、G7 議長国としての広島でのサミットと、まあ、各地での関連大臣会合が挙げられると思います。まあ、の長野県選出の私としては、まあ、G7 ・長野県軽井沢外相会合を特に注目していますが、まあ、広島における議論の基礎ともなる外相会合で、どのような議論を進められていくのか。 中国での会合を終えて、今晩にもドイツに向かわれる林大臣に方針や抱法を伺いたいと思います林外務大臣。4月16日,にから16日から18日にかけて開催されます G7 ・長野県軽井沢外相会合。 におけるまあ、具体的な議題はまさに現在、調整中でございますが、国際社会が直面する喫緊の外交課題についてです、ね、G7 外相間で率直かつ踏み込んだ意見交換を行う機会にしたいと考えております。そういった意味で、軽井沢は自然に囲まれてです、ね、狂気を開いて、この議論をする上でも、大変あのうってつけの場所であると私も思っております。 その上で、このウクライナ情勢に関する連携にとどまらず、ですね、まあ、アジアで開催する G7 外相会合であるということも踏まえまして、自由で開かれたインド太平洋に関する G7 の連携等々についても、ですね議長国としてしっかり議論リードしてまいりたいと考えております畑次郎君。あのぜひ、この議論が広島でのサミットでも生かされることを願いますし、ま,あ、またあの、 先日の外交防衛委員会でもちょっと触れさせていただきましたが、まあ、この外相会合の最終日が、あの軽井沢の町議会議員選挙の告示日となっておりまして、まあ、ある意味、あの外相の皆様には、日本の、まあ、政治文化というか、まあ、こういうことをやってるんだということを見ていただくこともできるかと思いますが、まず、昨年、流踊りがユネス この無形文化遺産に登録されまして、まあ、会場から新幹線で隣の駅の柵の後部の念仏踊り、これもあの保存会の皆さんがと、あの登録にご尽力されまして、まあ、そういう意味では、あの近隣の市町村、さまざ、あ、まな文化、そして食事にも各国の皆様に行っていただければと思っております。まあ、未来志向な多様性を重んじるるサミットににするためにもまずは 他の G7 加盟国同様、性的マイノリティに対する差別を禁ずる法律を一日も早く進めていただきたいと考えております。先ほど総理も児童の虐待ですとか、あとは児童の自殺について言及がありましたが、予算委員会では明確な方針は示されませんでした。まあ、改めてこうした性的マイノリティに対する その差別を禁止する法律、まあ、これを進めていかれるのかどうか、まあ、総理のお考えをお聞きできればと思います岸田総理大臣。G7 の,の、えー、広島、まあ、サミットにおいては、まあ、昨年のエルマウサミットに続いて、えーにえー、日本を含め、まあ、G7 として、まあ、多様性が尊重される。 えー、この世界を目指していく大きな方向性については、えー、確認をしていかなければならないと思います、まあ。そして、そうした大きな方向性に向けて、各国の事情は様々でありますが、我が国においても、えー、ご指摘の、まあ、法整備等についても、えー、努力を続けていく、うまあ、こうしたあ姿勢は大事にしていきたいと思います。 まただ、ご指摘の差別禁止法案については、今、議員立法として国会に提出をされています。えー、その取り扱いについては、国会でまたご議論いただくということになると思います。一方、LGBT の理解増進法案につきましては、超党派の議員連盟において、この作られた法案をもとに、この各党で今、議論を行っている、まあ、自民党においても、 ここの議論を行っているところでありますぜひこうした議論をが、議論の進みがえをまあ注視しながら、我が国としての法整備、考えていきたいと思っています畑次郎君あの。姿勢とか、そうしたあの議論というのは、大変重要なことだと思いますが、まあ、ただ、防衛費の倍増ですとか、原発稼働期間の延長ですとか、まあ、そうした 国論を二分する方針については、まあ、総理のリーダーシップで、閣議決定でどんどんと進んでいっておりますので、まあ、そういう意味では、LGBTQ についても、総理のリーダーシップを発揮していただけないでしょうかと思いますが、いかがでしょう岸田総理大臣。LGBTQ に向けて、まあ、多様性を尊重される社会に向けて、努力をしていく。 こうした方向性は、国に対しても国際社会に対してしっかり示していかなければならないと思います。その上で、この関連法案については、まあ、先ほど LGBT の差別禁止法、LGBT の理解増進法について、答弁をさせていただきましたが、それ以外にも選択的夫婦別維持制度、さらには同性婚の制度、 についいててな議論が行われていますこうしたあの、うん、この課題、具体的な法案については、従来申し上げておりますように、多くの国民の皆さんの意見、国会での議論、そしてさまざまな裁判の結果、さらには地方自治体において取り組んでいるさまざまな制度、 こうしたものをしっかりとこの踏まえた上えで、議論を進めていくことが重要であると認識をしております畑次郎君。まあ、あの本当に議長国と、まあ、議長となるのが岸田総理ですので、ぜひ、その G7 が人権感覚に何か日本の総理大臣、問題があるんじゃないかなんていうふうに思われるようなことにならないように、ぜひともそうした 理解が進むような姿勢を見せていたただけたらと思います次にですね、えー、決算委員会でたびたび議論されている予備費について伺います。今国会の冒頭の本会議でも、巨額に計上されたコロナ予備費や扶養額、繰越額がいかにどんぶり勘定であるかということを取り上げさせていただきました。政府は昨年6月に当 決算委員会が行った措置要求決議を受けて、令和3年度に使用決定したコロナ予備費の執行状況を財務省ホームページ等に掲載いたしました。この取り組み自体は、これまで明らかにされなかった予備費の執行状況が公になったという点で、一歩前進したと評価できると思います。まあ、ただ、社迦の耳に説法だとは思いますが、 我が会派の小沼匠議員をはじめ、繰り返しの指摘があるにもかかわらず、馬の耳に念仏としか思えない状況が続いておりますので、まあえてこの資料2、3、c を添付させていただきました。まあ、我が国の財政には、各会計年度の経費は、その年度の歳入をもって当てなければならないという、会計年度独立の原則と、 国会における予算の議決は、毎会計年度を行うべしという予算の単年度主義という基本原則があり、まあ、いずれも財政の健全性、民主的コントロールを確保する観点から、国の予算は各年度で完結することが望ましいとするものです。したがって、財政の基本原則からすれば、年度をまたいだ支出を可能とする繰り越しは、 あくまで例外という位置づけで当初想定していなかった自然災害による計画の遅延などでやむを得ず繰り越すというのが通常ですこの認識をぜひ岸田内閣閣僚皆様に再確認いただき肝に銘じていただきたいそう願ってまあ、この資料を配布させていただきましたまあ、先ほど コロナ予備費の執行状況を財務省が公表されたことを評価いたしましたが、まあ、一方で、令和3年度末の令和4年3月25日に使用決定されたもののうち、抗原検査キットの確保929億円、検疫体制の確保1479億円、 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金1054億円は全額が4年度に繰り令和4年度に繰り越されていたことが判明いたしました資料5ですが本年3月24日の予算委員会でここ数年政府が年度末での予備費使用を乱発している理由について先ほどの 小沼匠議員が正したのに対し、総理は年度末を切れ目なく対応する必要があるためと答弁されました。これは当初想定していなかったのにやむを得ずではなく、そもそも翌年度に繰り越すことを前提としていたとも受け取れます財政のののの基本原則に鑑みそのようななな繰り越しはは許されないのではないでかと考えます。 政府は、令和4年度のコロナ物価予備費についても、年度末である先週の3月28日に、2.2兆円の使用を決定しました。令和4年度が実にあと3日しか残されていないタイミングで、巨額の予備費の使用決定で、まあ、当然、3日で2.2兆円を執行できるはずもなく、繰り越しを前提としていると考えざるを得ません。 まあ、令和5年度予算にもコロナ物価予備費が4兆円計上されていますので、まあ、なぜ4日待って5年度予算の予備費で対応しなかったのか、理解に苦しみます。令和4年度の予備,予備費でなければ間に合わなかったというのであれば、この3日間で予備費を使用して、どのような支援策を講じたのか公表して、まあ、政府として責任説明責任を果たすべきだと考えますが、まあ、国民に。 分かりやすくご説明いただければと思います岸田総理大臣、はいあ,のまあ先般のこの、えー、と3月28日、まあ、使用を決定したコロナ物価予備費についても、現に足元の物価高騰の影響を大きく受けている低所得者層の方々、 あるいは中小零細企業、医療介護施設などの方々が直面する状況を踏まえて、その必要性や緊急性に鑑み、予備費を活用し、迅速に対応することが不可欠であると判断した次第であります。そして委員の方から、要は年度末、この3日間で何に使ったのかというご質問でありますが、 うんあの例えば地方,地方創生臨時交付金、えー、については、えー、と3月29日に、まあ、自治体ごとに、えー、交付限度額等を通知をいたしました、えー、このことにおいて、あその地方においては、この専決処分や、あるいはあ今後の臨時会、あるいは6月議会等の処理、 輸入が可能となる、こうした道筋をつけたわけでありますし、飼料の価格高騰対策については、3月30日に全額執行済みであります、そして輸入小麦の政府売り渡し価格の激変緩和、これについては、3月31日に食料安定供給特別会計繰り入れを実施し、 これ全額執行済みであります。そしてコロナ対策であります、緊急包括支援交付金、これも3月28日に交付を決定するなど、できる限り準備の整ったものから、順次執行をしているところであります。そしてご指摘のように、繰り越しが行われた事業、これにつきましても、自治体における手続き等を受けて、 可能な限り早期に執行するよう調整しているものであると承知をしておりますあの予備費に関してもこの現価の経済状況において緊急金曜な事業により一刻も早く支援を行うことこれは国民の命と暮らしを守る観点から適切であると考え今申し上げましたような対応を行った次第であります畑次郎君 まああのこれで国民に理解ができたかどうかは、まあ、ちょっと疑わしい気もしますが、まあ、さらに伺います、あの令和4年度2次補正予算で1兆円を計上したウクライナ情勢経済緊急対応予備費、これの使用実績はゼロでした、この1兆円は全額が不要となり、まあ、最終的に令和4年度の決算剰余金の一部となると思われます。まあ、コロナ 物価予備費についても使用残額が令和2年度の5000億円令和3年度の4000億円と比べて、まあ、このパネルのとおりですが令和4年度は2.8兆円と格段に多く、まあ、ウクライナ予備費と合わせて3.8兆円が決算常用金の一部となります資料、まあ、578をご覧いただければと思いますが、まあ、政府は今後の防衛費増額の財源として決算常用金を 活用しようとしていることから考えますとまあ、意図的に予備費の使用を抑えたのではないかというまあ、民間のシンクタンクの指摘もございます物価高騰やエネルギー不足から国民生活を守るために使用されるはずの予備費の金額がまさか防衛費増額の財源から逆算して決められていたとは 考えたくはありませんが、総理のご見解をお聞かせください。鈴木財務大臣、あの私の方から答弁させていただきます。あの予備費につきましては、あの新型コロナや物価高騰といった直面する危機に対しまして、臨機応変かつ機動的な対応を行うために、その必要性や緊急性について所管省庁との間で議論検討を行った上で。 適切に使用を判断してきたところですがいましてあの、畑先生からご指摘がございましたようなあの、防衛財源を確保するために意図的に予備費の使用を抑えたということはございませんあの。その上で申し上げますと、予備費を含めた歳出に不要が生じることが見込まれる場合には、税収等の動向も見極めながら、 特例公債法の規定に基づきまして、特例公債の発行額の抑制に努めることとしております。したがって、えー、歳出不要と決算剰余金の金額が、まあ、対応するわけではありません。えー、特にコロナ物価予備費やウクライナ情勢経済緊急対応予備費を含めた予備費につきましては、えー、不使用額が確定しながら、 特例交債の発行をいたずらに行うことは不適当と考えておりまして、その不使用額が増えたからといって、決済剰余金の増加につながるものではないということをご理解をいただきたいと思います畑次郎君あの。なかなかテクニカルな話で、簡単にこう理解が進まない部分はございますが、まあ、の持ち時間残り少なくなってまいりましたので、最後の話題になるかもしれませんが、ワクチン接種 事業にに関すする会計検査員の指摘についいいいてて話をさせたただきたいと思いますあの先週3月29日に、会計検査院は政府が実施したワクチン接種事業に関する検査結果を国会と内閣に報告いたしました。報告によると、令和2年度と3年度で、計4兆2026億円を支出した事業にもかかわらず、厚生労働省が、 8億8200万回分のワクチン確保にあたり作成した資料に、数量の算定根拠が記載されていなかったこと、そしてワクチンの在庫数量が記録されていなかったこと、ワクチン事業を実施する都道府県および市町村に交付した体制確保補助金について、自治体が接種機関等に支払っていた接種協力金を確認したところ、 三十市区が策定した支払い要項等の内容が不十分であったため、これらの市区が支払った。五十四億九千百五十九万円について、本来の使途に使われていたか確認できないことが明らかとなりました。本当に、この大きな予算を使ったにもかかわらず、まあ、こうしたずさんな結果となっております。感染状況の先行きが不透明な中で、国民の命を守るためにも。 一刻も早くワクチンを確保しま接種体制を整備しなければならなかったという事情は理解できます私も大切な兄を新型コロナで失っておりますのでまそうした人が増えないようにま1人でも多くの方に接種していただきたいまそう思う遺族の1人ですまただ多額の国費を投じる事業である以上結果的に不適切な対応であったと言わざるを得ませんまずは今回の指摘に対する受け止めについて 岸田総理に伺います加藤厚生労働大臣。あの今、委員からご指摘いただいたように、国民の皆さんにワクチンを接種していただくために、ワクチンを確保して、そして体制を作って、またいろんな方のご努力をいただいて、えー、これまで進んできたわけでありますが、会計検査委員から今、委員ご指摘の3点などの指摘をいただきました。まず1点目のの購入数量の算定根拠を明確ににすることについては まあ当時、購入数量の算定根拠資料は作成をしていたところでありますが、その内容について、口頭で補足的説明を要する実行もあったと認識をしており、今後は事後的に第三者が客観的に妥当性を検証できるような形で、必要な情報を盛り込んだ資料を作成するべく努力をしていきたいと考えております。また2点目のの在庫数量の把握については 政府の在庫は追加購入の決定や自治体等への配送前など、適時に確認はしておりましたが、定期的には確認はできておりませんでした。すでに適時に確認することに加えて、四半期ごとに在庫状況を企業と突合して定期的に確認することとしており、引き続きそうした体制で取り組んでまいります。3点目で接種協力金ののの自治体の支払いい根拠の明確化については 自治体において明確な根拠に基づかず接種協力金を支払う例があったものと認識をしております接種,接種協力金自体は全国民に早急に接種を進める体制を確保するために必要な経費であります各自治体において支払い内容支払い単価等の根拠を明確に説明すべきでありこれまでも適切な事業の実施を要請してきたところであります 引き続きき続自治体を指導してていきたいたと考えておりますその他の会計検査院の指摘、またこれまでも病床確保料等についても指摘をいただきました、厚労省においては、今後のワクチン接種はじめ、コロナ対応において、そうした指摘をしっかりと反映して対応していきたいと考えております。 浜田防衛大臣から発言求められておりますので、浜田防衛大臣。すみません、えー、先ほどお、ミサイルの発射の合計をお聞かせ、て聞かれてですね、えー、これが5発と私が、ま、あの言ってしまいましたがあの、実際には6回でございまして、えー、その発、ミサイルの数は8発ということでございます。 畑二郎君まあの時間となりましたが、先ほど、和田理事からもお話ありましたとおり、参議院は決算を重視する決算の府でありまして、まあ、この議論をしっかりと次の予算に生かしていただきたい、そして国民のために適切に予算を執行していただきたい、そのための委員会でありますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました